皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は甲子園球場での高校野球交流試合への出場が決まった桐生第一高校に潜入しました。選抜甲子園への出場は叶いませんでしたが、交流試合を目指してモチベーションを取り戻したという選手たち、1日の練習に密着していき、またドラフト候補の144キロ腕にも直撃しました。そして動画の後半では、高校野球の練習ではなかなか見れない先進的なトレーニング場も登場します。驚くこと間違いなしです。それでは早速ご覧いただきましょう。まずウォーミングアップを終えた選手たちはキャッチボールに入ります。徐々に距離を伸ばしていき、最後は素早いキャッチボールを行います。キャッチボールが終わると続いてフリーバッティングです。フリーバッティングは3箇所で行い、どの選手も鋭い当たりを放ちます。今年の桐生第一で注目の選手は主将で4番の広瀬智也選手です。長打が魅力でチャンスにも強いという広瀬選手、選手の中でも特に鋭い当たりを放っていました。主将としてもチームをまとめる広瀬選手、選手権大会の中止を聞いた際は頭が真っ白になったと話しますが、現在はモチベーションを取り戻し、甲子園での試合に向けて高い意識で練習に取り組んでいるといいます。ちょっとやっぱまあ、見てる人が、おーってなるような、自分はバッティングをしたいですね。この2年半やってきた集大成なんで、その全て辛かったことだったり、みんなで乗り越えてきたんで、キャプテンとしては、みんなまとめて、ここ2年半やってきたことをぶつけていきたいです。またブルペンでは投手陣の柱である立原投手と宮下投手がピッチングに取り組んでいます。特に立原投手は最速144キロを記録する本格カウアンで、この秋のドラフト候補にも名前が挙がっています。立原投手自身もプロ入りへの思いは非常に強く、大会での活躍にも注目が集まります。ピッチングを終えた後に立原投手に交流戦への意気込みを語っていただきました。アピールの場ができたと、自分は夏の9歳の交流戦があるということで、その自分にはそのアピールの場ができたと思っていて、そのプロ志望を考えていて、その中で投げれるチャンスがあるということなので、自分の持ち味であるスピードを特に生かせて、プロのスカウトの目にも止まるようなスピードを投げていきたいと思っています。フリーバッティングの後はノックを行い、グラウンドでの練習はこれで終了となります。グラウンドでの練習の後は室内練習場でトレーニングを行います。器具を使ったウェイトトレーニングと自重による体幹トレーニングの2班に分かれ、選手たちは体を鍛えていました。3年生の選手たちがグラウンドで練習している頃、2年生の選手たちはグラウンド近くのスポーツジムでトレーニングに励んでいます。桐生第一高校野球部はここジムパークと契約をしており、先進的な環境の中でトレーニングを行っています。 TRX など効果的な器具もあり、また少しでも高いモチベーションでトレーニングに取り組んでほしいという狙いもあり、ここでのトレーニングを行っています。
近年は健大高崎や前橋育英に押され気味でしたが、昨週の群馬県大会では決勝で前橋育英を撃破し優勝を飾るなど、今年のチームは強豪復活ののろし上げる世代となりました。最後にチームを率いる今泉監督にこの夏の戦いに向けた意気込みを語っていただきました。やはりやるからには、はい、勝ちたいと思っています。はい、まあ、選手もそのつもりで、今練習にしっかりと励んでます。はい、まあ、やはりいろんな意味で特別な年になっていると思いますので、はい、まあ、とにかく悔いを残さないように、はい、今までやってきたことをすべて、ぶつけていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今泉監督、そして桐生第一の選手の皆さん、今回はありがとうございました。桐生第一高校の夏への意気込みに迫った記事は高校野球 .com で後日配信いたします。どうぞお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。